皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。ちょっと今朝5時ぐらいで寝起きすぎてちょっと寝ぼけながらちょっと話すんですけども、非常に有名なですね、ガンマさんで、連載中の人気漫画卓越のサンシャインさんでですね、でそちらの卓球漫画さんでぐっち私がですね漫画家キャラ噛んだもう一回いいですか漫画キャラになりましたまさか私がですね漫画もう私がもう卓球中学からスタートして、でこの前海外の大会も出れて、でまさかこう自分がキャラ漫画に登場するということになるなんてもう夢にも思いませんでしたね。もう本当にもうびっくりですね。で今回ですね、この卓越のサンシャインさん、この漫画はですね、こちらですね、卓球の経験者未経験者合わせて読者がなんと2万人いるという、まあ強烈な、本当に非常に多くの方が見ていただいている、携帯スマホでですね、アプリを入れて見るっていう形の、まあ、最新のハイテクの漫画ですよね。で無料で見られるというものなので、今回その見方登録のやり方を、この卓球漫画は非常に面白いので、ぜひ登録してもらえたらと思うんですけども、まずスマホがある、スマホあります、スマホを用意してください。でスマホを用意して一つ目ですやることは、まずアプリでガンマさんをダウンロードしてください。まあ結構アプリダウンロードされる方はもう普通にさらっとできるかなと思います。で今度は2つ目ですね、ダウンロード、あガンマさんのダウンロードができましたらね、今度はですね右上の虫眼鏡のマークをタップしてください。これは2つ目です。虫眼鏡の右上のマークですね、右上の虫眼鏡のマークをやってください。はい、今度3つ目ですね、今度はスポーツというのをタップしてください。まあスポーツですね、はい、まあジャンルですね、ジャンルですね。で今度4つ目ですね、今度は卓越のサンシャインをタップしてください。そして5つ目ですね、これで全話無料で読み放題という感じになっています。まあ非常に簡単にですね登録が一瞬でできちゃいます。服部先生とですね私のプレゼント企画のコラボをやっています。で今ですねその2人ですねコラボの詳しい内容はですね、今やってる卓越のサンシャインの36話という今やってるんですけど、そちらの方に詳しい内容が書いてありますので、もうこれからもですねもう卓球の普及に向けて、まあ、いろんな方面でお力になれたらなと思います。ぜひぜひ登録してみてください。ありがとうございました。